私も歌ってるけれど、はい、まあ、ゴスペルなんでね。あ、ゴスペル、ゴスペルっていうジャンルのね、歌なんです、愛されてる、そうそうそう、あなたは愛されるために生まれたっていう、ね、あ、いや、それを知らないってね、やっぱり自分の好きになれないとか自殺しちゃったりとかね、そういう人いるから、そういう人たちに歌ってね、あなたは愛されてるよ、病んでます、こいつ、こうやって、いや、飲んでますね飲みすぎちゃった、いや、振られたばっかです、振られ、あ、それはきついね、それはきついわ、神様が、神様が、わがままを言わせて、一フレーズぐらいこいつを振られたんで、その一フレーズぐらい欲しいっすね。あ、そうなの、それで振られたんす。じゃあもう一回、君は、慣れたって大丈夫、その子がいいのね。太陽は一つなんです。太陽は一つだね。うん、からでもね、あの、そうっすよね。そうそう。そうそうそう、星野も、もっと素晴らしい人がいるんだよね。そうそうそう。今はね、今は悲しいかもしれないけど、後で、あと2週間経ったらもう、そうそうそう、みたいな、後で良かったなって。振られといてよかったなってね。そうなんです、もっといい、だって振られなかったら次の人とね、そうなんです、出会えないからね、そうそう、二股になっちゃうから。そうなんですよ。そうなんです、まあでも太陽と月みたいな、だからまあ恋人と太陽、いろいろ出ますよね。これ YouTube にアップされますので。ちょっと待って待って待って、俺ら乗っちゃうんで。YouTube 乗っ、いやいやいや、やだやだったら乗らないけど。乗せてください。乗せてください。乗せてください。乗せます。元気、元気になってね、いい、いい男じゃん、大丈夫だよ、もう一回、最後のワンフレーズ、君は愛、女の子、君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている、君は愛されるため生まれた、覚えた、覚えた、もう一回行こう、もう一回行こう、女は星の数ほどいるよ、もっといい出会い必ずあるから、君は愛されるため生まれた、今もその愛と思うけど、きっと大丈夫、きっと大丈夫でもね、なんか声かけていただいてありがとう、いやいやいや、お前なんも払うね、え、なんも払うね、幸せになってくれたらそれで、それが一番だから、ユーチューブチャンネル登録、ね、そこにね、ある、載ってるかな、でもお願いします、ロゴ電動ネット
でね、そう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 、ちょっと調べてもらったらね、はい、出てくると思って、菅野直樹で、菅野直樹、菅野直樹、菅野直樹さん、そうそうそう、そうです、ありがとうございます。え、小山にずっとおるんですか。おや、あのね、東京なんでね、また来ますけど、時々、わかりました、うん、また会えたらよろしく、ありがとうございます、うん、すみません、ありがとうございました。じゃあなんかグータッチみたいな、あ、すみません、ソーシャルディスタンスみたいな。いやいやいや、いや、何でも他でもいいよ。何がいいの？何ですか？グー。あ、はいはい、ありがとうございます。ちょっと待って。ちょっと待って。どうした？こんな俺みたいなやつが。いやいやいや、ありがとうありがとうありがとう。まだ多分歌ってくれてないから。はい、ありがとう。いや、ほんまに。うん。すごかった。いい出会いがあってね。いや、ほんま楽しいです、そういうの。まあ、ありがとうございました。また来るから、はい、その時またね、よろしく、よろしく。ね、なんか初めて会ったのにね、初めて会ったみたいな感じがしない。いや、そう、いや、それが自分らのいいところでもある。あ、そうだね。いいところは悪いところありみたいな。ね、よかったよかった、ね、ありがとうございます。また会いましょう。さよなら、おやすみ。あ、そうなの。飲みすぎないように気をつけてね。おやすみ。